バンドって常に崩壊状態寸前だと思うんだけど、僕は崩壊状態寸前のバンドって嫌いじゃなくて。世界を目指し模索する4人。初めて挑んだ楽曲制作。僕は彼らを悩ませちゃうから。そして4人はアメリカ武者修行へ。いやダメだね、飲まれちゃう。これ本当直さなきゃダメだ。So, you see, that's hard. That means you're holding your breath every time you try to hit a high note. みんな才能があってここまで来てるの。YOSHIKI さん信じてるからみんな LA に来てるの。ビビってる場合じゃねえよ。